うも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はこちら、FOXFOX0 さんから、クラン対戦のね、フレンド対戦、動画をお送りしていきたいというふうに思います。で、今回もね、FOXFOX0 さんの、相手がまたすごくて、シャニムニさんですね、こちら。シャニワムギさんというね、このイベント専用クランも作られたっぽいので、名前が少しこう変わってますけども、リーダーフィクサさん、有名な方ですね、結構、されている、クランの、連合軍になります。で、ツイッターなんかしてる方はご存知だと思いますが、結構ね、フィクサさんがタウンホール10位のメンバーを結構ツイッター上でこう募集されてたんですね。で、その結果集まったメンツが、まあ、すごくって、その結果もあってね、かなり、レベルが高いリプレイがいっぱいあるんで、今回はね、このフレンド対戦から5回か6回ぐらいに分けて、動画をね、お送りしていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひね、ご覧いただければ幸いです。で、行ってみましょう。本日のテーマはドラゴンですね。最初のアタックはユータ14さん、この方も有名ですね。今回星6きっちり取っていらっしゃいますけども、おそらく日本でも指折りの全開を取るね、超凄腕プレイヤーの方で、多分ご存知の方本当に多いと思います。YouTube で動画もやってますんでね、ぜひぜひ上手くなりたい方は見てもらえたら勉強になる点いっぱいあるんじゃないかなって思うんですけども、さて、今回のまずアタックね、見ていきますと、スーサイドドラゴン、ドラグバットですね。スーサイドドラグバットっていうような感じの、戦術になってます。簡単にプランニングを説明していきますと、まずここの区画っていうのをヒーローパートでしっかり潰します。これがスーサイドって言われる部分ですね。で、次ここをライドラでカットしていきながら、ドラゴンを一気にこう回していくんですね。ただこっちに逸れてしまうリスクがありますよね。これをどういう風に止めるかっていうと、ここからボマーですね、ボマー。さらにこっちに流れるリスク、これをどう止めるかっていうと、ここがコウモリなんですね。この辺っていうのをちょっとね、意識して皆さんよっと見てもらえるといいんじゃないかなって思います。では早速ですね、ドラゴンたちがもう展開始まってますね。ドラゴンの後ろにはしっかりグランドボーデンつけて、ドラゴンの体力を底上げしてますね。これ非常に重要で、今ドラゴンたちが歩いている部分っていうのはもうこの配置の、火力の核になる部分を歩いてるんですね。なんでグランドボーデンがしっかりついていって、トーム等も使っていくことによってドラゴンの延命を測っていくというのが非常にこれ重要になりますね。今回ヒーリングの呪文は積んでないので、もうドラゴンの地の体力プラス、グランドボーデンのエナジーサークルの体力向上効果、これでドラゴンを生き残らせますね。で、本当にすごいのがこのコウモリのところなんですね。このコウモリの仕事っていうのがめちゃくちゃ優秀で、ドラゴンたちが見てもらって分かる通り、今中央のところにかなり密集して、集まって進んでますよね。このね、ルートを作ったこの仕事こそがコウモリなんですね。何度も言いますけども、こちら、ここのところですよね。ここのところをやっぱりしっかりカットしていかないと、ドラゴンたちがこうまっすぐ進んでいっちゃうんですね。これじゃダメなので、コウモリでカットすることによって、こっちにこう流れさせる、こっちに行かせるっていうね、このルート作りっていうのがめちゃくちゃ今回のこの攻めでは光ったかなっていうふうに思います。いや、お見事ですね。ちょっともう一回この動画、細かいところ見ていきましょうか。かなりやっぱりその細かい点においても、ユタさんの、深いね、そのプランニングが光ってる部分っていっぱいあるので見ていきたいと思うんですが、まずはここ、しっかりね、バーバリアンキングで、防衛施設のターゲットを集めていきますね。で、集めていって、で、ここウォールブレーカーでしっかり1個ウォールブレーカー出しましたけども、このウォールブレーカーっていうのも小爆弾があってね、壁焼きが失敗しないように1個出してるってところです。で、それがないことを確認して、ウィズ島のターゲットが結構ね、壁焼けのポイントよりも下側に向いたところで、ウォールブレーカー出して壁焼けていきます。で、おそらくバーバリアンキング、これ中入っちゃいましたけども、本当はね、外の方、こっち側にね、回すはずだったと思います。私の勘ですけどね、ユータさん的には。こっちに回して、こっちをこう潰していきたかったんじゃないかなって思うんですけども、結果的にババキンが中の方に入っちゃいましたね。ただギガデセラをしっかり潰せたんで、ドラゴンの天敵は、処理できたということになりますね、1個。
でさらに、ライトニングドラゴンで、こちら6時方面カットします。これ非常に重要ですね。ドラゴンがなるべく固まって先に進むようなルートを作っていくっていう上では、このほぼね対空防衛がないような6時側のこの部分っていうのはもうゴン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 ねライドラで潰しちゃうのがやっぱり早いですね。でドラゴンに関してはこの区画っていうのはもう相手のその、さっきも言ったかもしれませんけど言ったかな、あの防衛力が密集してる部分なんですね。なんでここはドラゴンも密集させて、力対力で一気にご利用していくというねところをしっかり作っているっていうのがお見事ですね。でさらにここの部分なんですが、コウモリが今かなりね、いい仕事をしてくれてますけども、まあ、アイスゴーレムでしっかりこのウィストのタギを取ってるっていうねこの部分、まあ、それもうまいんですが、それ以上にすごいのはドラゴンが今この十二時方向に流れちゃうととんでもないことになっちゃうんですね。もう完全にとっちらかっちゃう。でなんでかっていうと、ここにタンクがこういっぱいあるじゃないですか。こういうタンクってドラゴンを使う上ではすごい天敵になっちゃうんですね。今一体これに捕まってますけども、ここにね結構こう長い時間かけてこれを壊していくじゃないですか。でそうしてる間にドラゴンがあちゃこちゃからダメージ受けて全部やられちゃうってことがありえるんですよね。でそうならないようにコウモリを使ってしっかりとこの部分はカットしていくということですね。でカットしていくことによってドラゴンたちがしっかりとこうね8時方面に歩く、まあ、そんなルートが作れているっていうこの部分がいやーお見事かなって思います。私ならライドラとか使っちゃうと思いますけども、多分これだけ深くね、この部分結構深いじゃないですか。こういう風にこの深い部分っていうのをライドラでカットしようと思うと、多分ライドラが途中で力ってきたり、まあ、ホーミングがあったら終わっちゃうし、なかなかきついと思うんですよね。バーバリアンキングはもうねギカテイサーの子で使っちゃってますからね。そうするとやっぱりこれはコウモリっていうことですね。あえてコウモリをドラゴンに合流させないような、ドラグバット、この発想がねお見事かなって思いました。本当にナイスな全開でテンション上がりましたね。では、もう一個ね、見ていってみましょう。2つ目のアタックはこちらですね。風間くんさんが、撮ってらっしゃったこの、クイヒードラゴンを見ていきたいと思います。これもねやっぱりうまいんですよ。うまいんですよっていうか、まあ本当にそれはそれうまいんですけども、簡単にプランニングこれまで見ていきますと、バーバリアンキングでここをカットしていきますね。ババキンで。で、クイヒーを、まあ、こんな風なルートで歩かせていきます。で、ドラゴンはここからですね。ドラゴンはここから面でこうね、一気に出していって、ここの部分をね、処理するのが、何なのか、ちょっと見ていってください。これがね、すごい、なんていうのかな、この風間くんさんのアタックの私、肝かなっていう風に思った部分です。でまずはしっかりとウォールブレイカー、フリーズウォールブレイカーでインフェノタワーに、ウォールブレイカーやられないようにしながら壁を開けていきますね。で今ここにいるウィザード、これもいい仕事しますね。こいつですね、今やられちゃいましたけども、このウィザードが、クイーンがねこっち方面にそれないようにしっかり と、12時11時方面カットしてましたね。お見事でした。でこの効果、バーバリアンキングがねやっぱサイドカットをするとかなり深いところまで削れますんで、壁がないところだったらバーバリアンキングのカット能力が本当高いですからね。でこれによってクイヒがしっかりと壁の中に入って、インフェルノタワーを1本降りながら、しっかりね奥の方まで、ヒーラーをと一緒にこう進んでいきますね。でかなりこの中央のここのところ火力が集中してるんで、ここはもうレイジを使ってきっちりと、乗り切っていきます。ただやっぱりねレイジだけでは足んないので、ここでクロークを使っていきますね。で、どうこうしているうちに見てほしいのはこの部分ですね。ライドラでしたね。ライドラがなんとしっかりねこの壁の一層内側までこう破壊してくれてるんですね。でこうすることによって見てください、ドラゴンのルートっていうのが失礼しました、こんな風にねしっかりと細いところにねドラゴンが通り道としてこう集まってくるようなルートが作れているのが分かると思います。このやっぱライドラのこのカットのこの仕事、これ本当にこのアタックを成功させためちゃくちゃでかい要因だったんじゃないのかなっていうふうに私見てて思いました。やっぱりねドラゴンが主力だからといってそれに全てコストを割けばいいってわけではないですよね。ルートをいかに作ってあげるかっていうのはドラゴンの数を増やすこと以上にやっぱ大事になってきますので、まあ、ここのね風間くんさんのルート取り、
だめちゃくちゃ、まあ、今回私はあすごいなと思って、なんていうか衝撃というかね、驚きを受けたポイントでした。で、やっぱこんだけ密集していると、多勢に無勢で、防衛施設を壊していきますんで、ドラゴンかなり生き残っての全開ですね。もう圧倒的な全開と言っていいね、形になったんじゃないかなっていうふうに思います。さて、本日はね、この9月のアップデートで強化されたドラゴンの編成2つ見ていきました。いかがだったでしょうかね。ほんとトッププレイヤーの皆さんのアタックなんで、もう見どころがかなりたくさんあったアタックだったんじゃないかなっていうふうに思いますけども、一応今回なんだ注目してほしいポイントっていうのは、ユタさんのアタックで言えば、コウモリとボマー、あとライドラを使ったルート作りで、今度風間くんさんのアタックで言うとクイヒーとライドラを使ったドラゴンのルート作り、どっちも特殊なことをしているというよりは、本当にドラゴンのルートをいかにきれいに作るかっていうところにこう集中をしながら攻めていってる、このあたりのね考え方っていうのをぜひぜひね今後ドラゴンを使ってみたいと考えている方は参考にしてもらえたら使いやすくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、フォックスポックスゼロさんもそうですし、シャニミさんにも、そして関西クラクラクラブにもね、皆さん遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。